久保さん、応援し合う社会応援し合う社会がいいんじゃないですかなんか日本って村八部されるじゃないですかなんかそのちょっとこう出てくるとあいつはどうだって村八部っすよねなんかそちょっと人と外れてるとあれは違うみたいなねなんかそのアメリカンドリームっていう名前があるけどジャパニーズドリームがないっていう名前でなんか アメリカはなんか応援する、なんかまあいろんな人種がいて、でまあいろんな人がいて、まあお、なんかお頑張れよみたいな感じでなんかあるんだけど、日本はなんか叩かれるみたいなね。そう。なんかそういうブラックというか、うん、村社会っていうのがある、まだ残ってるんじゃないかなっていうのが日本の、なんだ、いいとこでもあい悪いとこでもありいって感じですかね。うん。 自慢っていう言葉ではなく応援し合うでいいんじゃないですか。おすごいじゃん。頑張ったねって。だって結果ってえ、頑張らずして結果出るのってあんまないですよ。まあ生まれた瞬間から金持ちの家に、富豪の家に生まれたんだったらわかんないですけど、それはあれかもしれないですけど、まあなんか成功しました。稼げるようになりました。多分なんか努力したりし、なんかやったんですよ。だからそれを頑張ったねって話じゃないですか。 うん、じゃあ、お互いに頑張ろうよ、うん。頑張ろうぜっていう話ですよね。うん。な、自慢でもなく、結局頑張った結果ですよね、ほとんどが。多分、8割、9割は頑張った結果だと思いますよ。久保さんも、何もね、あぐらかいてね、何もやらずね、サイトも1個も作らない、YouTube の動画も1本も作らない、麻雀店であぐらかいて、ね、あの、ま、タバコも吸ってないと思うんですけど、麻 <laughs> 雀店で、 えー、今日もお客さん来ないかなみたいなこれで億万長者にな,なってないですからねセミナーやったりとか動画撮ったりとかお客さんと毎日会ったりとかまあいろいろやった結果ですから <laughs> うんあぐらかいて億万長者じゃないですからねだからまあ褒め合う応援し合うっていう社会だといいんじゃないですかねいってらっしゃい